はようございます。サプライズガーデニングです。週に1日誰も住まなくなった実家に行って掃除と庭仕事をしています。先週鳥の巣箱をいただきました。どうもありがとうございました。今日はこの巣箱をめぐる一日のお話です。ではいつものように雨戸を開けて掃除を始めましょう。この巣箱をいただきました。とても立派な巣箱をどうもありがとうございました。巣箱を作れないものかなとずっと考えていました。これで私も野鳥の大家さんですね。
が近づいてもちっとも気にしません。もう帰る時間になりました。ここでは鳥や花や虫たちと一緒にいつもとは違う暮らしをしています。この時間は私にとってとても大切な時間です。ここでの出来事をご一緒に楽しんでいただけたらとても嬉しく思います。今日もありがとうございました。おやすみなさい。